世界農業遺産に認定されている西阿波の農業の魅力と継承方法を高校生が話し合う西阿波エシカル未来創造キャンパスが開かれました。三好市や美馬市など西阿波地域では傾斜地の畑に草をすき込むことで土砂の流出を抑え、そばや雑穀など少量多品目の栽培を行ってきました。400年以上続けられてきたこの傾斜地農耕システムが平成30年世界農業遺産に認定されました。西阿波独自の伝統農法の魅力を広く世界に発信し後世に受け継いでいこうと地元の4つの高校がアイデアを出し合いました。穴吹高校は地元の淵明地区で環境に負荷をかけない伝統農法を学び、その体験を生かしたスイーツの開発などを提案しました。脇町高校が提案したのは古民家の利活用、リフォームした空き家で田舎暮らしや農業を体験してもらうことでリピーターを増やし SNS でも情報発信します。アプリの開発などなかなか難しいこともあるので、クーポンの発券などは業者さんとかに頼んで、公式インスタなども自分たちで作って未来につなげていけるようにできればいいなと思っています。鶴木高校は VR を駆使してこんにゃく作りを疑似体験できる動画を制作し、郷土食材の魅力の発信を提案。池田高校は林業との連携を提案、担い手不足をカバーし合うことで新たな可能性が生まれるのではと話します。林業従事者の参入による新たな若い担い手の確保ということで期待ができますし、徳島県が進めているスマート林業プロジェクト、それに付随した形での政策が期待できると思っております。高校生の若い発想とかがこれから の力になると思いますし、今回の高校生の意見とかも参考にしまして、これからも継承していくように地域の人と一緒に取り組んでいきたいと考えています。持続可能な地域農業の運営に高校生たちの豊かな発想力を生かしたいですね。